皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回はファシリテーションコーチング基礎の4回目、傾聴セルフチェックをしてみます。傾聴については前回までお話ししてきました。このような内容になっております。参照しているサイトはこちらになります。最初にですね、聞き手の先入観ということについてお話しします。話し手と聞き手がいた場合、どうしてもですね、聞き手というのは話し手が上で聞き手が下、つまり受け身になっているのではないかというような印象を持ってしまいがちです。またですね、問題の解決を案に求められているような感覚とか、それから同情や共感を求められている、あるいは案に要求を飲むように求められているのではないか、聞き手の立場だとこのようなですね、印象を受けることがあるのですが、実は、相手がそこまでですね、意識していることは稀です。そして意識的にいけばこのような良いことがあるというお話なんですが、得られる情報が増えるのはもちろん、相手への理解が高まる、指示すべきこと、アドバイスすることが明確になったり、あるいは問題が解決してしまう場合があります。話し手がですね、勝手にですね、話をし終わったら問題が解決してしまうというような現象も見られるわけです。それから、興味が聞き手とですね、話し手の間で共有できたり、相手が感じていることに共感できたり、サポートすることができるということで、信頼ベースを作るにはですね、意識的に聞くということが大事だということがわかります。ここからあなたの傾聴度チェックをしたいと思います。皆さんもお考えください。まず1番目、人が話しているときはうなずいたり微笑んだりして、興味を示して相手の話を促していますかということですね。うなずいたり微笑むことで相手の承認をすることになって信頼度が増していきます。2つ目ですね、話し手が使う言葉やボディーランゲージを客観的に注意しながら、話を聞いていますかということです。話しているときの表情もそうですし、どういう言葉を選んでいるのか、またボディーランゲージや雰囲気などから推定される情報は、言葉以上にあると言われています。また3つ目、話しかけられたら自分がやっていることを脇に置いて相手に完全に注意を向けている、集中の状態を作っているかということです。次に自分が何を話すかということを考えてしまって、相手の話も気もそぞろになってしまうとかですね、注意が散漫になってしまう、こうなってしまうと相手の主張とかですね、気持ちがわからなくなったり、場合によっては信頼関係を失うことになってしまいます。4つ目です、人が話している最中にですね、途中で口を挟んだり、相手が言おうとしていることを先回りしてですね、話してしまう、こういうことはないでしょうか。特に生徒の考えが未熟だと感じられた時とか、それから正解でない答えが出てきた時にですね、教師がしがちな傾向がありますので注意が必要かと思います。5つ目です、何かが抜けていたり矛盾していると感じた時、こういう時はですね、直接質問して確かめることも時に重要です。またそうした矛盾とか抜けているところのポイントをですね、指摘してあげるということも有効かと思います。特に相手の話がまとまっていないというかですね、堂々巡りしているときは要約してまとめてあげたりとかですね、それを本人に確認した方がいい場合が多いです。こうしたことをですね、そのままにしておくと誤解やズレが大きくなっていってしまうということも考えられます。最後になります。話を聞くときは相手の立場に立ち、相手の視点からものを見るようにする。つまりですね、自分の価値観、意見というのは一旦保留してですね、前回やりました共感的な態度なんですが、そして受け止める姿勢、賛同しなくてもいいんですが、きちんと相手の世界に入り込んで受け止める姿勢が必要です。相手の世界にあえてですね、入っていくことによって、分かる発見というのは多いかと思います。今回はファシリテーションコーチング基礎の4回目、傾聴のセルフチェックをやってみました。ぜひお試しください。